はいどうも、レッドスターと申します。今回も開封動画を上げていきます。今回開けていきますわー、じゃなかった。その前に、新年明けましておめでとうございます。そうですね。新年明けましてって言いますけど、今日の日付は1月の、12だったかな。はい、かなり過ぎてます。まあちょっといろいろ忙しかったんで、買い物とか行けなかったんですが、ちょっと余裕があるので買ってきました。で、今回開けていくのは、こいつです。はい。出ました。フェイトグランドオーダーデュエルの第4弾ですね。はい。ついに4弾もできました。そして、第5弾まで発売されることは今のところ決定しています。はい。で、今回の内容ですが、ライダーのオジマンディアス、キャスターのニトクリス、セイバーのネロクラウディウス、ライダーの牛若丸、そしてランサーで武蔵坊弁慶ですね。ここは、牛若と弁慶合わせてきたのかな。まあ今回のは意外と楽しみにしてて、このネロが入るってことで。はい、楽しみしてました。で、前と一緒かな、内容的にはスキルカード、コマンドカード、ステータスカード、塗装済みフィギュアですね。はい。で、集え英霊たちよということになっています。まあ、こちらの方をもう、よいしょ。よし。いつも通りに、よいしょ。ワンボックス分購入してきたので開けていきます。はい。発売から1週間過ぎてるんで、なんか動画としては旬が過ぎてると思いますが、まあ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 、自分のね、開封の結果じゃないけども、まあ映像残したいんでやっていきましょう。じゃあ1個目いきまーす。よし。あ、なんかいつもと入れ方がちょっと違うかな。あ、そうでもないか。はい。これとこれかな。はい。はい、恒例の重しです。そんな重たくないかな。はい。それでは、1個目を開けていきますが、早速欲しかったやつが、欲しかったやつが来ました。せーの、はい。ネロクラウディウス、セイバーですね。いいっすね。ネロ、いいっすね。なんか一瞬今スカートの中見そうなんだけど。はい、ネロクラウディウスです。もともと、ネロってピックアップ召喚でしか出なかったやつだったのかな。フェイトグランドオーダーや、フェイトエクストラとかエクステリアとか、あのあたりに出てくるやつですね。まあ、赤セイバーとか言われてますけど。はい。じゃあコマンドカード見ていきましょう。これですね。ちょっとアップするか。ほい。ちょっと。はい。セイバーの、まずは、アーツ3、バスター3、アーツ3、バスター4、クイック4で最後は、はい、お、3度落葉を迎えても A ですね。コマン、コストで NP2 枚を消費で、自身が消滅するとき自分のコマンドデッキの上から3枚をめくる。その他にパワー5以上のコマンドカードがあれば消滅しない。めくったコマンドカードはトラッシュに置き、このカードをゲームから除外する。まあやられないっていう効果か。なかなか強いとは思うんじゃないな。思うかな。はい。で、まず1体目、ネロでした。いや、いきなり欲しいの来たな。狙いがいきなり出たから、ちょっと困るな。ちょっとな。はい。じゃあ、2箱目行きましょう。よいしょ。こいつは、あんまりでかくないかな。重しも、ほぼほぼ同じサイズかな。だね。はい。よいしょ。お、これか。これか。よいしょ。2体目、せーの、はい。キャスターのニトクリスですね。あ、こうなってんだね。すごいなんかね、ここだけのデザイン見ると、なんて言うんだろう。A みたいだな。あ、A じゃないな。はい。キャスターのニトクリスですね。有名どこっていうか、メジェド様を使った攻撃とかをするイメージかな。はい。持ってません。僕はニトクリス。はい。じゃあコマンドから見ていきましょう。なんか自立するやつ、自立しないやついるな。ネロはギリギリスカートの丈が長いから自立はするけど。はい。ニトクリスです。星4サバか。知らなかった、そこまでも。はい。アーツの2、バスターの4、アーツの3、クイックの4、アーツの4で最後コマンドが、はい。エジプト魔術 A、NP5 枚を消費。
自分のターンの自身の戦闘時、自身にブレイブチェインが発生していたらパワーを比べずに戦闘して敵を消滅させる。ほー、なるほど、ブレイブチェインが起きたらこいつ使ってもいいわけだ。 NP5 消費か。はい、キャスターにとクリスでした。んー、なんかでも造形いいな、なんか前とかに比べると。まあ、もともと形とかはかなり似せてきてた、似せてきてるって言い方はすごい失礼だけど、うん、だったけども、結構ネロとかも綺麗に作られていいな今回。はい、とか言いつつ、まあ3つ目開けていきまーす。よいしょ、いた、硬い。あー、カメラがね地味に邪魔なんだこれ。はい、あ、こいつか。一瞬もうすでにダブリかと思ったけど色で間違えました。はい、で、あー、こいつはでけえな、ちょっと重しが。はい、それでは3体目せーの、はい、ライダー牛若丸ですね。あ、そっか、あ、こいつ片足だけこうなったっけ、全然覚えてないな。はい、あ、一見すれば結構危険な服装をしますよねこのキャラクターは。はい、牛若丸ライダー。結構牛若も序盤から手に入るサバではあった気がするな。あの、普通に10連ガチャポイってやると出てくるタイプの。はい、ライダー牛若丸ですね。はい、いいでしょ。カード見ていきましょう。よし、はい、ライダー牛若丸ですね。アーツさん、バスターさん、クイックさんに、アーツさんにクイック4で、はい、何、なんだこれ、ツバメ、ツバメの早技 B かな。コスト NP4 万円消費。トリガー、敵が自身のエリアに移動しようとしたとき、自身をサーバントのいない自分の初期エリアに移動させる。自身をサーバントのいない自分の初期エリアに移動。まあまあ、要するに回避できるってわけかな、敵の攻撃を。はい。あとなんだっけ、あ、見てなかった、すごい。天狗の標本とカリスマかな。はい。まあ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 ね。まあね、牛若丸、ね。って言えば、まあ、カリスマ、一応カリスマ的なのかな。頼朝とかもいたけど。はい。今んとこダブリなしで来てますが、4つ目開けていきまーす。なんか、ね、4段ぐらいまで来るとね、いろいろね、話すことなくなってくるんだよね、なんか。知らないというか、持ってないサバも意外と多いから。よいしょ、あ、でけえな、今度は。重たい重たい。よいしょ。重しが過去最大級にちっせえな、これ。いらないんじゃねえか、これ、さすがに。はい。えらちっちゃいなぁ。で、こいつは、キャラも、でかけや、下手すりゃこれは、あの、態度もでかいタイプなのかな。はい。4体目は精度、はい。でか、ライダーのオジマン、ディアスでいいんだよな、ディアスでいいんだよな。オジマンディアスですね。はい。なんだっけ、声優は小安武人さんだったかな。はい、オジマンディアス。こいつも、僕持ってますけど、全く育成してないですね。もう、ログイン勢になった頃に手に入ったんで。対外が痛い。ニトクリスとのペアで、なんか、いろいろ扱われることあるかな。はい。で、コマンドカード、コマンドカード、サクサク痛いぜ、サクサク。勝て勝て。はい。ライダーですね。よし、アーツさん、バスターさん、アーツさん、バサ4で、クイックが5で、最後コマンドカードが、はい、皇帝特権 A、 コスト NP2 枚を消費。トリガー、敵が自身のエリアに移動しようとした時、自分のトラッシュのコマンドカード1枚をコマンドデッキの下に戻す。このターンの間、自身のパワープラス3。あー、結構気軽に使いやすいカードなんじゃないかな。このトリガーっていう条件がいるのはなんとなく難しいかもしれないけども、効果としては強いんじゃないかな。はい、よし、ここまでダブらずに来てるな。ダブらずに来てるってことは、シークレットが出る可能性もあるな。シークレット欲しかったんだよな。はい、5箱目いきましょう。なんかね、この箱ね、カッターはいらないんだけど、カッターはいらないんだけど、カッターはいらないんだけどね、非常にあの最初の瞬間開けづらいんだよね、これ。はい。ちょっと待った。一回これ飛ばしますね。今開けたやつ、ちょっと一回飛ばします。多分、ちょっと待ってください。ですね、こっち先に行こう、こっち先に行こう、こっちだな。はい。
はい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 、そう、僕はこっちが出るのを先待ってました。はい、ね、あか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 ねちゃん、あかねちゃん、はい、よし、開きました。はい、じゃあちょっと5体目いきましょう。せーの、はい、武蔵坊弁慶ですね。こいつに関して重たかったからか、重しが入ってなかった気がするな、今。はい、武蔵坊弁慶です。で、多分これここに、薙刀じゃないか、あれ持たせるのかな。はい、武蔵坊弁慶で、カードカードカード、はい、カードいきましょう。はい、ランサー武蔵坊弁慶、アーツさん、バスターさん、クイックさんにアーツさんにクイックさん、まあまあランサーですからね。はい、最後が、音量重複かな。コスト NP2 枚を消費、トリガー、敵がトリガーのスキルを使おうとした時、そのスキル1枚を無効にしてゲームから除外する。ほー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 、遊戯王でいうカウン、なんだっけ、あるよな、確かカウンタートラップを無効にするカードのやつあったな、カウンターカウンターみたいなやつみたいな効果持ってますね。トリガーを、トリガースキルを使うとした時に、こっちもその、それをトリガーとして発動して、その効果を無効にし除外する。なんだ、メタのメタだな、かなり。はい、メタのメタ能力持ってるわけだね。はい、で5体終わりました。はい、でラスト1体なんですが、こいつ多分シークレットですね。シークレット、ちょっと画面をずらそう。はい、ですね、事前に知ってた情報として、あーでけえな今回の。はい、シークレットレアの、キャラクターっていうんですかは、もともと聞いてたのは、メディアリリーじゃないや、メディアリリーじゃねえや、セイバーリリーか、セイバーリリーが、毎段シークレット入ってると思ったんですが、今回なのかな、今回だけか、他の段もそうなのか知らないけども、シークレットレアはこのキャラみたいですね、この4段。せーの、はい、アベンジャーのアンリマユですね。あー、マジか、アベンジャー来る。はー、はい、これですね、アベンジャーアンリマユ、よし、はい、コスト2なんだね一応。はい、アーツ2、バスター3、クイック3、アーツ3、クイック4、まあまあ弁慶とあんまり変わらない感じかな。で、はい、読めね、はい、相手のトラッシュのコマンドカード3枚までを好きな順番でコマンドデッキの上に戻す。マンリマユね、はい、いや普通にちょっとびっくりしましたね。なんか違うの来たからね、セイバーリリー来るかと思ったら、まさかアベンジャーのアンリマユがね実装されてるとは思いませんでした。はい、ちょっと動揺しますが、とりあえず組み立てていきましょう。一回編集入れまーす。バイバイ。はい、組み立て終わりました。ですね、なかなか組み立てにくいやつもいましたね。まあとりあえずこっちから行くかな。はい、武蔵坊弁慶こんな感じですね。なんか重さ的にはやっぱキャスターのジルドレイとかと同じぐらいの感じかな。結構重厚感っていいかな。はい、でオジマンディアスなんですが、意外とこいつが簡単に取れそうになるというか、スポって抜けそうになるんですよね、意外と。なんでちょっと飾るときは気をつけた方がいいかもしれないですね。このステッキの部分かなが意外とどっか行っちゃうかもしれないです。はい、でこれも僕の組み立て方が悪いのか、牛若の刀の部分がねちょっと持たせにくい気がする。なんか突起があって止めるようにはしてるんだと思うんですが、うまくはまらないとなんかポロポロポロっと落ちる感じですね。はい、まあ全然嫌いじゃないし、なんか位置が悪いのかね、この足元がちょっと浮いたりするね。はい、まあそれはしょうがない。で表ニトクリス、こいつはまあなんか、なんかね、腕がねなんかはまってるのかハマってないのか怪しい感じですね。なんか絶対ハマってねえな。はい、って感じです。でまあシンプルにね、
アンリマユとかは全然簡単ですね。手をポイポイってつけて、あとは背中つけて刺すだけなんで、こんだけですね。あーでも黒の台座はまだなかったっけ。あーなんかなかった気がするんで、かっこいいですねこれも。はい、でまあ一番の本命はこいつだったんで、ネロ。いいっすね。うん、いいね。もういいねしか出ねえわはい、付属の剣もまあ抜け落ちるようなタイプのデザインではないですし、止めるところもここですね。ここですね。棒でスポット一歩はめるだけ。背中から伸びてるタイプじゃないんで、このスカートに刺して立たせる感じですね。いやーいいっすね。ほんとこれだけ、これだけね、これだけはね、なんかもう一個あってもいいぐらいな感じがするなー。やったぜはい、今回の開封動画以上になります。5弾も発売されるのが3月かな。うん、まあ、とりあえずはい、それまでにはなんかネタが尽きないようにちょこちょこっと動画を、出しつつ頑張っていこうかなと思います。はい、それでは今回の開封動画ここまでになります。お付き合いいただきましてありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。